この Nintendo 3DS の通信機能というところにすごく注目を置きました。ゲーム中で獲得したフィギュア、このフィギュアをですね、皆さんの Nintendo 3DS の中のデッキにセットしてもらいます。でそのまま街に出て行ってください。いろんな対戦者の人とどんどんすれ違ってですね、いつの間にか対戦が行われている。これは全く今までの対戦格闘ゲームとは違った新しい形でのですね、皆さんの対戦体験というものを実感していただけるんじゃないかなと思ってます。ローカル通信を使った対戦で、面と向かった人だけではなくてですね、普通に 1P で CPU と対戦してる間にですね、いつの間にか対戦が始まってしまうっていうような機能を今回取り入れています。同じスーパーストリートファイター4を持っているプレイヤーたちが集まればですね、その僕と皆さんがプレイをしている様子が周りの人たちもですね、一緒に観戦することができる。それも 3D の表現の中で観戦することができるという観戦機能も取り入れています。さらに Wi-Fi 機能、いつの間にか誰とでも、そしてどこででもすぐ対戦が始まるっていう機能はこの Wi-Fi 機能でも搭載してあります。この Nintendo 3DS のですね、新しい通信機能、新しいパワーをですね、このスーパーストリートファイター4で体験してみてください。